はい、どうもサックでーす。たかしでーす。今日はですね、令和のリーダー7つの条件という本のご紹介をしたいと思います。はい、こちらの本ですね。他人を導く前に自分を導けということで、こちらの本をご紹介したいと思います。はい、こちらの本どんな本かと言いますと、この本は令和のリーダーに届けたい部下の心をつかむ方法が書かれた本になります。心をつかむ、そうなんです。皆さんこんな悩みないでしょうか。部下やチームメンバーが思うように動いてくれないとか、リーダーになったけど何をすればいいのかわからないとかね。もう当てはまりすぎますね。あるあるやと思うんですよ。本書はですね、そんな悩みを持つ20代から30代前半の、僕30代後半ですけど、会社員向けにどうすれば周りの心をわしづかみにできるのかを7つの条件にまとめて解説してくれる本になります。これ30代後半でも大丈夫なんですか？大丈夫です。令和のリーダーに向けて書かれているので。あ、すみません、はい、うん、大丈夫ですよ。早とちりしました。大丈夫ですよ、行きましょう。まあこの7つの条件をクリアすることで、リーダーとしてやるべきことが明らかになる、そして部下やチームメンバーから信頼される、はい、など日常がガラッと変わること間違いなしだ。変わりたい、変わりてーよー、著者は言うわけですよ。日常変えてーよー。変えたいでしょ。そんな令和のリーダーに必要な知識が詰まった本書から、今回は他人を導く前にまず自分を導くっていうところと、3つのないを言い訳にしない、そして最後に最後はアウトプット、この3つ紹介したいと思います。最高のリーダーになりたい人は最後までご覧ください。はい、ということで内容やっていきましょう。サックとカガシのおしゃべり本要約。じゃあまずですね、他人を導く前にまず自分を導くという話をさせていただこうと思います。リーダーとして悩みがある人の多くが、どうやったら人を動かせるかとか、どうやってモチベーションを上げさせるかみたいな知識とかテクニックっていうのを追求しがちだと思うんですよね。まあ、往々にしてね。そうなんです。もちろんテクニックも大切なんですけども、それだけでは人はついてこないわけですよ。なぜなら人は正論では動かないからです。まあ、感情だからよね。そうなんですよ ね、 そこってね。なんかあの上司の言ってること正しいんだけど、なんかやりたくないんだよなってなっちゃうんですよね。まあ、確かにね、どんな正論言われても、あの上司に言われたらなんか嫌やなって思う時あるよね。ありますよね、やっぱり。あ、これ言っちゃっていいのかなまあ自分もあるし、もしかしたら、まあ、自分の、ね、部下の子にも思われてるかもしれない。そうですね、はい、そうなんです。じゃあどのような人が人を動かすのかというところなんですけども、はい、それはありたい自分に自分自身を導ける人だというふうに著者は言うわけですよ。出ましたね。そうなんです、パワーワード。そうなんです、ありたい自分、マジでパワーワード。これはこの令和の時代はこのありたい自分っていうのがね、非常に重要なんですよね。はい、なぜなら1990年代からこの2020年にかけて、社会的価値が所有から行動、さらにあり方に変わってきてるからなんですよね。2022年現在はあり方と、あり方なんです。そうなんです。まあ、どういうことかって言いますと、1990年代っていうのはマイホームとか車の購入、高級時計みたいなに価値があったわけですよね。なるほど。そうなんです。だから物を所有することに価値があったんですよ。所有物に価値があった。そうなんです。それが2000年代に入ってから、まあ物がこう行き渡ったわけですよね。行き渡った結果、経験とか行動っていうのに価値が移り変わっていったわけなんですよ。でさらにそこから2017年あたりから、あり方の時代に突入してるわけなんですよね。これどういうことかっていうと、今 YouTuber とか、まあ、インフルエンサーっていうのの出現によってですね、一般人でも有名になれるようになってるじゃないですか。うん、そうすると個のあり方とかキャラクターにフォーカスが当てられるようになってきてるわけなんですよ。どんな人なのかとか。そうなんです。どんな自分であるのか。そうなんです。そういったあり方の時代にもう突入しちゃってるわけなんですよね。つまり令和の時代のリーダーは、自分がどうありたいかっていうのを確立させることが大切だということを言うわけなんですよ。このような自分のあり方が確立しているリーダーっていうのが、人の心をわしづかみする時代だというふうに著者は言うわけなんですよね。さらにありたい自分を確立した上で、そこに自分自身を導けることっていうのも非常に重要なんですよね。世界一のコーチって言われるアンソニー・ロビンズ氏っていうのがいらっしゃるんですけども、ああ、もちろんことね、知ってます。ああ、さすがでございますそのすごいテンション高いんですそうなんですか、めっちゃ知ってますよその方はリーダーシップを4段階に説明してるんですよね。はい、それが1、自分をリードする、2、誰かを1人リードする、3、グループをリードする、4、組織をリードする。この順番でリーダーシップは発揮されるって言ってるんですよ。これ一番最初に自分をリードするっていうのがね、来てるわけなんですよね。つまり人を動かしたり他人を導く前に、まず
自分自身を導く必要があるっていうことをね、この方はおっしゃってるわけなんですよね。例えばあの野球のイチロー選手いらっしゃるじゃないですか。もうレジェンドだと思うんですけど、彼はですね、大勢の人に影響力を与えてる人なわけなんですけども、決して人に影響を与えようって思って野球をしているわけではないわけなんですよね。彼は常に結果を出し続ける選手でありたいっていう自分のあり方が確立してて、でその思いがあった上で日々の並々ならぬ努力によってそのあり方に自分自身を導けていたからこそ、子供の憧れの存在になったり大衆の心を動かしたりできてるわけなんですよね。だまずあり方があって、そこに自分自身を導けてるからこそ大衆はそこに惹かれるというわけなんですよ。このように令和のリーダーとして部下やチームメンバーから信頼されるには、まず自分自身のあり方を確立させて、そのあり方へ自分自身を導くことが、まあ、重要になってくるわけなんですよね。まあ、なんせそうすることで部下の心をわしづかみにできるわけなんですよね、はい。まあ、まずはここが大前提として大事になるわけなんですよね、はい。じゃあどうやって自分自身を導くんですかっていう話になってくるわけなんですけども、はい、ここからは3つのないを言い訳にしないっていうところをちょっとねお話しさせていただきたいと思います、はい。まあ、今までの話でありたい自分に自分自身を導くっていうのが重要だってことを分かっていただけたかと思うんですけど、じゃあどのようにして自分を導けばいいのかっていう話じゃないですか。 それが自己投資をするっていうところなんですよね。まあ、今の時代ですね、自分の仕事に熱意のある社員はたった 6% しかいないっていう、これは驚異的なデータです、ね、そうなんです。しかも 6% しかないですか。 6% しかいない。 94% は自分の仕事に情熱熱意がない。そうなんです。きつー。まあ有識自体なんですけど、きちいな。きちいでしょきちいんですよ。さらにこれはきちいな。さらに他のデータでは、社会人の1日の学習時間は平均6分だというデータが出てるわけなんですよね。なるほど、はい。これね、きちいなって思うんですけど、しかしこれ裏返せばちょっと頑張れば周りと差をつけやすい時代とも言えるわけなんですよね。そうですね。 94% 頑張ってないわけですから、うん、もうすぐ頑張ればパンと出ちゃうわけですよ。つまり昔よりも自己投資っていう努力が報われやすい時代だと言えるわけなんですよね。まあ、捉え方によってはね。そうなんです、うん。そう思えば、あ、なんかいけるかもって思いますよね。しかしですね、さあ自己投資しようかってなるじゃないですか、うん。なった時に目の前に立ちはだかる3つの壁があるんですよ。それが、うん、お金がない、時間がない、自信がないっていう、この3つのないの自分への言い訳。まあ何かにつけてね、こういった言い訳をして結局みんな勉強しないわけなんですよね。しかしですね、部下の心をわしづかみにするようなリーダーっていうのはこの3つの言い訳を見事に潰してるんですよね、はい。でその方法をご紹介しようかと思います。1つ目、まずお金がないっていうところの潰し方なんですけど、はい、お金がないっていう人のほとんどが毎月どれくらい収入と支出があったかっていうのを正確に把握できてないんですよね。で正確に把握すれば意外と無駄なところでお金使ってるっていうのがね結構わかるんですよ。できちんと管理しててもお金がないっていう人は、例えばあの携帯をね格安 SIM に変えるとか、ちょっと副業するとか投資するとか、お金の勉強しようっていうことを言ってるわけなんですね。必須でしょうね。絶対必須、うん。でここをせずにお金がないって言ってるじゃダメだと。まずここをねしっかり勉強しましょう。まずさここからと。そうなんです、うん。だからお金がないっていう人はまず収入と支出を正確に把握して無駄がないかをチェックしつつ、副業とかで増やせないかっていうのを確認してみてください。じゃあ次、時間がないっていう人、これどうすればいいかっていうと、時間もですねお金と同じで何にどれくらい時間がかかるかっていうのを正確に把握できていない人がほとんどなんですよね。例えば通勤に何分かかるかとか、本を読むとき何分で何ページ読めるかとか、買い物に行ったら大体何分かかるかとか、正確に把握できてる人って少ないと思うんですよ。でも実際これをストップウォッチとかでこう測ってみると、意外に無駄な時間があったりとか、あれここ削れるんじゃねとか、ここの隙間時間なんとかなるんじゃねっていうのがね、大体分かってくるんですね。まあストップウォッチは言い捨てないじゃないですか。まあでも実際そこまでやってほしい。俺買い物に35分かかってピッピピッスーパーでピッピッってやってるやつおったね。癖強すぎでしょそれ。でもそれぐらいやった方がええと言うんですよね。なるほど。まあこれら作業の一つ一つにどれくらい時間がかかるかっていうのを把握できてれば、意外と時間捻出できるよっていうふうに、ね。まあそうですね。その空いてる時間の積み重ねで、ちょっとね隙間時間で勉強しようとか、そうです。空いた時間でちょっとなんかやろうとか思えるわけだからね。そうなんですね。だから時間がないっていう人はこの辺ちょっとやってみてくださいっていうところですね。で最後、自信がないっていう人はどうしたらいいのかってところなんですけども、自信っていうのはやっぱり行動からもついてくるもんなんですよね。うん、自己投資して自分のスキル上がっていけば、おのずと自信はつくわけなんですよ、はい。また身なりとか服装をお金かけて整えるだけでも結構自信がつきます、
なんか整形とかするだけでなんか性格表現する人とかもいらっしゃるみたいなんで、まあね、やっぱそんだけ見ないで大事なんですよ。なんで自信がない人こそ自己投資がおすすめなんですよね。まあこのチャンネル見てくださってる方は分かるか分かんないですけど、やっぱ筋トレとかね、やっぱ自己投資間違いないでしょうね。自信めっちゃつくんで。あで僕最近ちょっとやってる自己肯定感上げる方法が1個ありまして。何ですか？ちょっとご紹介したいんですけど。お願いします。寝るときに、はい、俺は最高だって思いながら寝るこれで、はい、マジで自己肯定感爆上がり。マジっすか？俺は最高だって寝る俺は最高だって思いながら寝るいやでもそれもいいですよね。絶対いいですわ。まあそんな感じで自信がない人はこういったところを試してみてください。そうするとこの3つのないっていう言い訳が、まあ、潰されてですね、はい、自己投資に、まあ、こう回せるということなんですよね。これが3つのないを言い訳にしないっていうところです。で最後に、最後はアウトプットっていうちょっとお話をさせていただきたいんですけども、まあ、ここまでね自己投資をして学習することが大切だっていうふうに伝えてきたんですけども、じゃあただ闇雲に学習すればいいのかっていうと、そういうわけでもないんですよね。よくあるのがセミナーとか研修に参加すること自体に満足してしまってるケース、まあ、往々にしてもここでしょうね。そうなんです。だから研修セミナー受けたりしたら、はい、ああ勉強したな、そうなんですよ、になるじゃん。なんか自分が大きくなったような気が。そう、俺も YouTube でよく見るじゃんそういうの、はいはいはい、そういうなんかね自己啓発性の見て、うん、うわーマジ高まった俺おやすみ高まっておやすみですねまあそれでも、まあ、趣味としてならいいかもしれないんですけども、やっぱ自己投資としてはやっぱ良くないね。そうですね。これは耳が痛い。そうなんです、うん、これではすぐ忘れてしまうし何の成長にもつながらないわけですよね。まあ著者は厳しいこと言うんですけども、お金と時間の無駄だとうわいうことを言ってくるわけですよ。きちいなこの著者きちいでしょ。きちいわこの著者。じゃあどうすればいいのかっていう話なんですけども、それがアウトプットを前提としたインプットをするってことなんですね。これはでもね金言かも。もうこれねだってもう言わなきゃいけないし出さなきゃいけないってなったら飲み込み方も違うもんね。絶対違います、うん、間違いない。アメリカ国立訓練研究所の研究によるとですね、学習したことの定着率っていうのは講義を受けるだけだとたった 5%、 読書でも 10% 程度らしいんですけど、他者に教えると 90% になるらしいんですよ。勉強のピラミッドっていうのがあって、ラーニングピラミッドが、ラーニングピラミッドの頂点が他者に教える、ね、あ、そうなんですよ。その通り。それが 90% ぐらいになるね、定着率が。このようにただ学ぶだけじゃなくて他者に教えようっていうふうに学ぶことが大事なんですよね。しかし、まあ、残念ながらですね、人は一生懸命頑張って学習しても忘れてしまう生き物なわけですよ。忘れる生き物、それが人間です。ある研究によりますと、人は1時間後には記憶したことの 56% を忘れて、いや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 1日後には 74% 忘れて、1ヶ月後には 79% 忘れるらしいんですよ。もう別人じゃん。別人になっちゃうと1つ後にはえ誰ですかあれもう記憶吹っ飛んじゃうと、うん、なんで忘れることを前提に学習する必要があります、うん、まあ、じゃあどうすればいいんですかっていう話なんですけど、それが何度も見返して振り返るっていうことなんですよね。まあ当たり前のことなんですね。当たり前ですけどね、重要なことなんですね。そうなんですよ。カナダのウォータルー大学の研究によりますと、学習した後24時間以内に10分間復習すると記憶率は 100% に戻るというふうに言われています。で次は1週間以内に5分の復習、1ヶ月以内に2分から4分の復習で記憶が復活するっていうふうに言われてるんですよね。つまり定期的に振り返ることで記憶に定着するっていうことなんですよね。僕学生時代試験があったんですよ、はい、でその試験の合格するためにはもうとにかく参考書を解き続けろと。で1回使った参考書を何度も解けた。なるほどなるほど。まあ問題数もたくさんあるから、ええ、でもそれ何回も言ってるうちにやっぱ定着するんですよね。やっぱ覚えちゃうんですよね。そう、最初の1回目こんなことやって意味あるのかなと思ってたんだけど、何回も繰り返してるうちに、あ、そういうことかみたいな、だんだん覚えてくる、だんだん覚えるなと。まあ振り返ることで記憶に定着したと、うん、まあ、こうして定着した知識を現場でどんどん試すことでさらに自分のものになってくるわけなんですよね。自分のものにしよう。そうなんです。だからアウトプットを意識したインプットしつつ定期的に振り返って自分のものにしていくと。自分のものにしよう。でそれを試すことでどん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 自分のものになっていくわけですよね、うん、この流れが非常に大事なわけなんですよ。なのでまず他人を導く前に自分を導くっていう心のもと、3つのないを言い訳にしないで最後アウトプットする。アウトプットだね。この流れをすることで自己投資にもなって自分を導けるリーダーになって部下から信頼されるということになるわけです。これが令和の2位リーダーの条件だと。まあ、7つの条件って言ってますけど、今回3つ紹介させていただきました。皆さんもこの辺ね、ちょっと意識していただいて、令和のリーダーにふさわしい人物になっていただけたらなと思います。取り戻そう、アイデンティティを。俺たちはできるよ。絶対にできる。よろしくお願いします。ということで本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。
この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。